勝負です。両選手スタミナは十分、フルタイム戦える力を持っております。世界ジュニアヘビー級の選手権、会場は日本武道館超満員、舞台は整っています。チャレンジャーの淵正信、現チャンピオンがマイティ井上、さあ頭が抜けるかどうか、頭が抜けるかどうか、何しろもういろいろな技を持っておりますマイティ井上選手。さあ今度はおっと膝十字ですか、アキレス腱を取ってね、アキレス腱を取りましたね、はい、アキレス腱に両方のふくらはぎあたりが当たっています。さあマイティ井上です、アキレス腱が頭に出ました。今の開始も早かったですね、早かったですね、本当に変幻自在であります。全く余裕のペース運び、世界チャンピオンマイティ井上、もう何でもござれ、アメリカヨーロッパのレスリングオンパレード、そういう感じです。そして感心するのは竹内さん、来月で40歳になるマイティ井上でありますが、体柔らかいですね、柔らかいですね、全くこの硬さがないと言いますかね、はい、常にやっぱりベストコンディションを保ち続けてますね。そうですね、元世界チャンピオン第3代世界ジュニアに君臨しておりました淵正信時代の時には残念ながらこのマイティ井上の挑戦がなかったんですよね。そうですね、あの時も次回の防衛戦挑戦を受けてみたい、こう言ってたのはマイティ井上選手でした。しかしその前に淵正信は敗れたんです。さあちょっと荒っぽい技に転じてまいりました。マイティ井上が淵正信を場外に送り出した、初の場外戦、世界ジュニアヘビー級選手権。さあまずフェンス攻撃、場外フェンス、背骨を打ちます。チャレンジャーの淵正信、完全に動きは止まりました。余裕を持って世界チャンピオンマイティ井上、リングの中に入ります。そして左の膝のサポーターを直しました。本当に余裕のある表情マイティ井上。さあ向かってくるところ、自分から自ら飛び込んで背中にパンチ一閃、そろそろ大きな技が出てまいりますか。さあ抱え上げた、さあバックブリーカー、振り越し式のバックブリーカーで取りました。攻める竹内さん、勘どころというんでしょうか、いいですね、ポイントがいいですよね、場外の鉄柵でですね、そこに追いつけておいてからのみはバックブリーカーですからね。そうですね、ちゃんと一つの伏線があるわけですよね、そして今サーフボードに取っています。さあまたまた今度はメキシカン流のストレッチホールドに出てまいります。マイティーの上、汗が光ってまいりました。淵正信も全く自分のペースを取れません。やはりさっきも淵が攻めてはいたんですけれども、全体の流れは世界チャンピオンマイティ井上ですね。竹内さん、そうですね、今日はまだまだ井上選手のペースですね。そうですね、ちょっとこの技を見ましょう。井上選手が攻めています。ブリッジで逃れようとしていますのがチャレンジャーの淵、これは両方の足が背中を締めてるんですかね。そうですね、はい、足でそのままですね、今背中を攻め、今度は腕になりましたね。そうですね、そのまま抑え込みの体勢に入ってるわけですね。そうですね、こういうこの何て言うんでしょうかね、本当にねちっこい攻撃、世界チャンピオンマイティ井上、今度はショルダータックルに行きます。そして飛び込んだところをうまく外しました世界チャンピオンのマイティ井上、頭から落ちた。淵選手のチャンスは狙うならこの辺りからですね。ここはどうやって飛び込んでいきますか。淵も立体殺法は得意であります。さあ追いかけた、場外に追いかけました。まずは場外に追いかけて、先ほどのヘンレーラフェンス攻撃、今度は背骨をガチャンと打ったのは世界チャンピオンのマイティ井上。マイティ井上も動きをここで制せられました。さあチャレンジャーの淵正信が今度は先に入ります。待ち受ける淵、何しろ器用な選手です。いろんな技を、それまたチャレンジャーの淵も知っています。さあロープ越しのブレンドスターで抱え上げるが、まだ持ち上がらない。パンチ一閃、脇腹にパンチ打った、飛び込んだ、回転エビを打つ。さあカウント2まで初めて入りました。今度は淵が、今度は逆エビの体勢で入っているが、まだ腰が浮いている。今度は反対、また反対の体勢、エビに固めて、どうだ、両者分かれるか。ジャックナイフ、カウント2、マイティ井上、ジャックナイフスタイルのエビ固め。そして今度はブレンバスターか、大きく縁を抱え上げます。ブレンバスターで後ろに返した、183、105キロ、弓なりに飛ばされました。さあ両選手がリングの中央、今度はドロップキック、マイティ井上です。ちょっと息が上がっているか、淵正信胸を打たれています。さあどうだ、赤いトランクス、またまた浮き上がってまいりました。世界チャンピオンのマイティの上、バックを取ったぞ。大水でそのまま、あっと、カウント2まで入りました。投げには出ませんでしたけども、大水で後ろに返します。マイティの上、おっとちょっと和田恭平になんか注文をつけたんですが、その後ろから一気に攻め込んでいく。カウント2、チャレンジャーの淵も負けておりません。大きな山が訪れてまいりました。さあ円錐、袖の円錐は効く。チャレンジャーの淵が円錐を取った。そしてバックを取って、バックドロップか、いったぞ、バックドロップ。さあベルト奪回か、ペオッツの体勢、うまく外します。
手厚の体勢も失敗。もう一つ何か大きな技欲しいですね。積み重ねる技が欲しい。しかし縁も元気です。さあフラングボディシザースドロップでありますが、おっとワイヤーロープ、トップロープのワイヤーに縁の喉が当たっている。ちょっと呼吸が苦しくなりましたが、さあマイティがこの後世界チャンピオンがどういう風に立て直すか、技を立て直すか、狙っている、後ろから狙っている、飛び込んだ、飛び込んだ、十字だ、ね、腕十字そのままカバーカバー、あーっとカウント2で跳ね返す、腕十字も失敗。世界チャンピオンマイティの上、うまく飛び込んで腕十字固めに取りましたが、しかしこれも失敗。口も相手の動きをよく見ておりました。肩にショットぞ、両肩にショットぞ、さあ、あ、心臓破りだ。そのまま得意のサマーソルトドロップ、サマーソルトドロップ、これが出ると井上のペースでしょう。一気に、これは失敗。2度目はよく見ておりました。ゴーゴーたる日本武道館のお客様、さあベルト移動があるのか、縁がここで攻めなくてはならない、ベルト移動があるのか、逆さ大沢早込み、これで勝負が決まったか、カットス、すごい技の応酬になりました。守る井上攻める縁、守る井上攻める縁、さあ世界ジュニアヘビー級選手権、大きな会場でベルト移動か、さあ脳天食い打ち、これをリバースで返すか、世界チャンピオン井上、今度は背中を打ったのは縁正信、一進一退、たーっと武井さんまだ分かりませんね。もう一回飛んだフライングヘッドシザースホイップ、足を取って固めた、どうだ、カウントツ、ちょっと両者大きな技を打つんでありますが、その後のフォローがちょっと足りないですね。ちょっと決めていかないですね。今度はバックを取った久々のジャーマンか、今度は縁がうまく右足でフック、しかしこれを振りほどいて、今度は縁が思い切ってジャーマンに行きそうだが、エルボーで離した、正面から飛びかかる、これを抱えた、うまく抱え、包み込んだ、足を取っての首固め、縁が今度は逆処理転じた、韓国人やりました。日本武道館開始技一発によりましてベルト奪還であります。ベルト奪還、縁正信、マイケイ井上を破りまして、第6代の世界ジュニアヘビー級チャンピオン誕生でございます。うまく冷静に切り返しましたね。いやー、まさに際どい紙一重の勝負でしたね。しかし終了間際のピンフォール合戦、見どころいっぱいでしたね。もうありとあらゆるホールの対戦に入ったんですけどね、はい、最後はまさに紙一重で返しましたね。縁が首固めを見事に返しまして、16分18秒に勝負がつきました。この大観衆の日本武道館でベルトを奪回した縁正信、これは嬉しい勝利でしょう。勝ちました縁正信選手にベルトが返されます。第6代 NWA、 いや世界ジュニアヘビー級の選手権チャンピオンということになります。世界ジュニアヘビー級選手権試合、16分18秒縁、うまく冷静に試合を判断して首固めを返してベルトを奪回いたしました。冒頭は4年ぶりの来日ですが、4年前と比べてやはり成長度は当然ありますね。やっぱり試合によって、ね、決めの細かさが出てきましたね。前は割とですね、その軽いタッチでですね、はい、スピードとやっぱりそのアクロバットのファイトが得意だったんですけどもね、やっぱり今日あたり見てもグラウンドでじっくりこれ攻めるよという姿勢を見せてますからね。はいはい、まあ、それはね、やっぱりね、前は攻めるレスリングしてましたよね。そうでしたね。やっぱり今はやっぱ守らなきゃいけませんからね、これどうやってもね。そうですね。世界チャンピオンというのは NWA の指名があれば、もう世界中どこへ行ってもこのベルトを守るために出なきゃいけないわけですね、竹内さん。そういうことですね。しかしどうですか竹内さん、あのこの世界チャンピオンのリッキー・スティンボートの誕生の瞬間を聞いたときに、リッキーが世界チャンピオンかというふうに私たちは圧倒したんですかね、驚いたんですかね。ちょうどですね、やっぱり5、6年前は一時ですね、次期世界チャンピオン候補として相当やっぱり有力視された時代があったんですけどもね、その後ちょっとプッツリ切れただけにですね、やっぱりこのリッキーが取ったというのはやっぱり意外なニュースでしたね。本当ですね。そうですね。さあそろそろカンフー殺法に出ていきました。防衛の旅、初めての旅がこの母の国日本のマット上でやります。さあすごい勢いでチョップを打ってまいります。チャレンジャータイガーマスク、もう一回飛んだ、おっとジャンピングキック、相手の胸を捉えた、これはうまくヒットした。さあ押せ押せでいくかタイガーマスク、キューボールの角では圧倒的に多いチャレンジャーのタイガーマスク、今度はグラウンドでやります。おっと微妙に腕が絡んでおります。ヘッドを取って離しません。チャレンジャーのタイガーマスク、執念がありありと伺えます。タイガーマスクであります。いいですね、ここまでの流れね、竹内さん。悪くないですね。ただやっぱりこのヘッド攻撃をですね、なんとかやっぱりその自分の勝利の方に導いていってほしいんですね。そうですか、なるほど。さあまだヘッドロックをしっかりと取っております、そのタイガーマスク。この NWA の世界ヘビー級には初めての挑戦であります。世界ヘビー級チャンピオン、あの AWA のチャンピオンカート・ヘニングには挑戦したことがありましたね。ありましたね。勝負に勝ったんですよね。勝ちましたね。勝負には勝ったんですが、タイトルはかかってなかったんですけどもね、ベルトの移動はなかったですね。さあトラ戦士タイガーマスク、押せ押せ
戦ムードの中で試合の流れを掴んでおります。タイガーマスクグランドネオ展開、まだヘッドを取って離しません。いい体勢だ、起き上がったぞ。この後リッキースティンボートがどう出てくるか、どう出てくるか。さあ冷静な判断力が必要であります。タイガーマスクチャレンジャー、うまく立体殺法、セカンドロープ、トップロープ利用した、うまい。また組み立て、いい組み立てを見せます。ヘッドシザースを、ヘッドロックを取って離しません。この頭を攻撃しているというのは序盤戦、馬場さん、これいいことですか？悪くないですよ、はい、ですからね、こうやったらもうこの体勢から離れないことですよね。あ、なるほど、もうしっかりと密着プレーであります。さあタイガーマスク、もっともっと四次元殺法でどんどん手と足を出してくるかと思ったんですが、非常に地味に地味にねちっこくねちっこく竹内さん攻めてますね。ヨロさんね、昔ね、馬場さんがルーティーズと戦った時に、はい、やっぱりそのヘッドロック一本でですね、はい、ピンホールを取ったことがあったんですよね。おーおー、そうですか。そういう一つの実績があるんでね、やっぱりヘッドロックでもピンホールは取れるんですよね。なるほど、なるほど、そうですか。そうですね、リッキー・スティンボットの表情を見てみましたも、このしっかりと頭を取られているので全く自由が効かないという感じですね。さあ両選手スタンディングポジションを取りました。今度はどういうレスリングを見せますか。飛ぶか、バッとキック、うまいキックだ。また逆水平、思い切った戦法に出ております。チャレンジャーのタイガーマスク、このままでいきますと第72代世界チャンピオン誕生の可能性も十分にあります。また首を捉えた首投げ、そしてスリーパーホールドに入ります。タイガーマスク、いい攻撃であります。考えて考えて考え抜いた末のこの作戦ですかね。馬場さんどう思いますか、チャレンジャー。考えて考え抜いたというほど ではないと思うんですよね。首を絞めるということは終始一貫していけばいいわけですからね、はい、さっきの始まったら続いてですね、さあちょっと序盤戦打たれております世界チャンピオンのリッキー・スティンボートであります。アメリカでは全米一のセクシーなレスラーと言われております。このリッキー・スティンボート、世界チャンピオンのリッキー・スティンボートを序盤戦翻弄しております。タイガーマスク、いい動き、それから密着プレー、これが構想している。またヘッドを取っています。揺さぶります。さあグイ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 上半身を攻めている、頭を攻めている。さあリズムをつけてタイガーマスク、何でいくか。さあリッキーの、しかし右手が相手の胴に回っているぞ。左手はフリーになった、左手はフリーになった。まだタイガーが攻めている。馬場さん、この攻めどうですこの大きなモーション、次の流れは何でしょうか。今動きが止まってしまいました。ちょっと微妙な動きでありますが、おっとドロップキックだった、ドロップキックだった。ショートレンジからのドロップキック、熱い胸板をついた。チャンス、体がくの字になってる。抑えた。どうだ、ダメです。まだチャンスがある、続く。チャレンジャーのタイガーマスク、チャンスが続く。さあ緑のトランクスが完全に止まります。カンフー殺法、トップロープで手をやっている、これは反則だ。またカンフー殺法、逆水平で打つ。さあタイガーマスクの右手もトップロープに、ついています。今度は逆のエルボーで押し戻した。お、今度は両手、すごいカンフー殺法です。あれがありましたね、高橋さん。ありましたね、やっぱりこの辺りで流れを変えられるとちょっとタイガー痛いですね、はい、そうですね。このリッキー・スティンボートは少年時代からマーシャルアーツ、それから空手、そしてボディービル、ウェイトリフティング、いろんな格闘技を経験しています。さあ今度は手刀を落として、2位ですか。いや、手刀ですね。手刀を落としてまいりました。一気に片足を取っての襟固め、ここでタイガーマスクの動きが完全に止められてしまいました。さあ第71代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、日本のお母さんがいます。今アメリカに住んでいます。さあ諸国日本での初防衛戦、またタイガーマスクが動き出したぞ。逆水平打ち勝った。さあグラウンドに寝かせました。今度エルボー、襟元を狙います。さあひるんだ世界チャンピオンのリッキー・スティンボート、潜り込んだ、下から潜り込んだ、なんだ、持ち上げた、なんだ、おっと、またドロップですね、またドロップ、そして今度はフィストドロップ、うまく今度は技を展開していきます、リッキー・スティンボートであります、攻められてはいるんですけれども、俺のリズムじゃないなと思ったら、パッとこう切り替えますね、そのあたりうまいですね、タイガーが一見、主導権を取っているように見えたんですけどね、はい、やっぱりポイントはリッキーが抑えてますね、あ、そうですね、もう一回首を持ちました。さあそろそろ世界チャンピオンリッキー・スティンボートの猛反撃が見られそうであります。武井さん、ちょっとリッキー・スティンボートの素顔をご紹介していただきたいんですけども、非常にこの家族思いと言いますか、家族思いの世界チャンピオンだそうですね。これはですね、もちろんその奥さんも大事にしてますしね、はい、家族というかファミリーを非常にやっぱり大事にしてるですね、やっぱり典型的な日本人の血を持ったですね、はい、やっぱりそのレスラーって気がしますね。あ、世界のベルトを取った時にはリング上に子供さんを抱き、そういうことですね、ファミリーをリングに上げましてね、はい、やっぱりそういう非常にやっぱりその家族揃ってのこの勝利を喜んでましたね。なるほど。さあ今度は反対に世界チャンピオンのリッキー・スティンボートが、さあ空手の殺法であります。今度は反対に、あ、タイガーマスクのマスク越しでありますが、こうガンガン狙ってまいります。さあ前を詰めました。逆水平だ、ちょっと打たれた。タイガーマスク危険信号か。ここは
馬場さん頑張りどころですね。そうですね、チャレンジャー、ね、スティンボートにそんな迫力ありませんからね、タイガーがここでもガンガン攻めなきゃいけないですね。なるほど。さあ第72代の世界チャンピオン誕生を見たい。お前の日本武道館ショルダースルー、また自分の位置を取ったリズムだ。タイガーマスクのリズム、スピンキック、頭の脳天を捉えました。そのままカバーどうだ、もう数々追い込んでいく世界チャンピオン、追い込んでいきますが、しかしここが世界チャンピオンのうまさでもあります。相手に武井さん、やらせるだけやらせる戦法というのもありますからね。ありますね、このスピンキックは良かったですね。今の聞こえ良かったですね。脇腹のあたりをえぐりました。タイガーマスクでやります。もう相手にやらせるだけやらせて、敵の攻撃を受けるだけ受けて、最後に勝ってしまう。冷静な余裕を持って世界チャンピオン、今まで高野戦中野戦の勝負がそうでした。さあ3番のロープが大きく揺れる、立体殺法、4次元殺法か、うまく右手で世界チャンピオンリキスティンボート、エプロンまで飛ばせましたが、しかし今度はドロップキックで、あっと場外だ。一旦はリングの中に入りましたが、さあタイガーマスクの見せどころだ。さあ完全燃焼、これ見る、すごい勢い、スライディングキックが当たった、フェンスまで飛ばしました。さあもう一回4次元殺法を見せるか、空中を飛ぶか、チャレンジャーのタイガーマスク、ここは一気に勝負か。しかし場外で武井さん、勝負やってもらいたくないですね。場外はやめてほしいですね。場外リングアウトでも NWA 世界のベルトは移動しないぞ。これは頭の中にきっちりと掴み込んで勝負を挑んでほしいタイガーマスク。場外でのカイルドライナー、相手は弱っている、相手は弱っている。リッキースティンボートの表情、早くリングに戻ることですね。タイガーマスク先に入るか、入って入って入って、相手を引き込んでほしい。そして息の根を止めろ。第72代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン誕生のシーンを見たいと思いますが、おっとまた1回か、リッキースティンボート1回か、チャップ合戦、またリング、おっとエプロンに叩きつけた、また今度はリッキースティンボートがリングの中に、チャレンジャーのタイガーマスクを引き込んでくる。そしてトップロープに足をかけているぞ、待っている待っている、手刀だ、すごい勢いです。トップロープからの手刀、そして地獄突き、また技をつないでまいりました。リッキースティンボート、もうアメリカのマット界をもうのし歩いてるだけに、こういう試合になっても、いずれの試合になっても最後冷静にきますね。自分のペースは変わらないですね。バックドロップはタイガーマスクでやります。馬場さん、しかしタイガーマスクもまだまだ勝つチャンス十分ありますよね。まだあります。やっぱり畳みかけていかなきゃいけないですね。畳みかけが大事。技を積み重ねていくタイガーマスク、トップロープに上がったフライングボディープレス、この空中力世界一、どうだ。お客さん欲しいですね。完全に追い込んでいるぞ。いよいよ立体殺法タイガーマスク、チャレンジャータイガーマスク、本当に素晴らしい試合。ジャーマンか、ジャーマンか、ジャーマン、ジャーマンスープレックス、ファイト、惜しい。2連発、タイガーマスクをしている、タイガーマスクをしている。さあしかしリッキースティンボート表を向かせた、ロープに放り投げるか、またまたタイガーマスクの攻撃、逆のエルボーをついた、喉をえぐった。さあ、あっとまたカンフー殺法だ、ダブルチョップ気味に打っていきました。カンフー殺法連続攻撃、リッキースティンボート、これで技を立て直すんです。間を取りました。この間は与えてはいけない。師匠のジャイアント馬場さん、放送席から飛び続ける攻撃を連呼しています。タイガーマスク動きを止められた、ロープを背にしています。さあリッキースティンボートの、これは待てしょう、リッキースティンボート腕を取った、おっと今度は反対にタイガーが攻め込んだ、トップロップから上がったフライングボディアタック、さあうまく返した、返した、返した、ニューチャンピオン誕生か。カウント2までしか入りません。うまい返し技、大きな山が訪れた。また姿のチョップ、そしてものすごい勢い、ハグのチョップ、ハグのチョップ、頭を狙っている。さあ間に挟んだぞ。さあさあ脳天空打ちか、脳天空打ちだ、脳天空打ち、しかしうまく体を外せた、タイガーマスク、しかしまた反対にレッキースティンボート回転エビで捉えた、肩がついた、カウントスリーが入った、ゴーエレッキースティンボート、ゴーエ。日本のファンにとっては本当に残念な一戦でした。発狂の防衛、レッキースティンボート、母の国日本で初防衛。馬場さん、スリリングな試合でしたね。でしたけどね、最後にねタイガーの足、膝がちょっと外れたんじゃないかと思うんですね。彼の膝すぐ外れるんですよね。もう攻めあぐねちゃったですね、今もう足を膝をなんかやってますけども、はい、馬場さん、本当にこの膝が苦しいチャレンジャーのタイガーマスクですけれども、試合の前に伺ってみたんですが、師匠の馬場さんと相談して手術でもしてみようかなという話もしてましたが、どうでしょうね今後ね、タイガーマスク選手。
そうですね、まあ、それは本人によく相談してですね、はい、やんなきゃいけないですね、はい、なるほどね。しかし立派に戦いましたね、竹内さん。よく頑張りました ね勝ったのは世界チャンピオンリッキー・スティンボート。やはり NWA というのは本当に歴史のあるベルトでやります。このベルトの重さをひしひしと感じておりましたリッキー・スティンボート。最後は本当に冷静に冷静に判断してうまく相手を丸めました。世界チャンピオン第71代リッキー・スティンボートの世界のベルトは日本武道館で動きません。タイガーマスクを13分47秒回転エビ固めで仕留めました。さあ夢の6人タッグマッチの実現でございます。日本武道館が完成と津波のような大拍手に包み込まれました。さあプロレス界平成元年のビッグカード、ロードウォーリアーズプラス潜入の2回ご覧ください。ジャンボ古田安吉崎ゴリーコンビ中野俊二が加わりました。古田安中野組でございます。懸命なチームワーク作り、連携は 100% OK。 しかしアニマル風天竜のこの超ド迫力パワーに果たして対抗できるんでありましょうか。全日本正規軍のスーパーパワーここに結集。ジャンボ鶴田康義明、そして高野俊二、全重量が360キロです。決して引けを取りません。堂々たるパワー鶴田康高野俊二組。さあ先に入場のこのチームに日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が鶴田康高野に贈られました。この後は夢のトリオロードウォーリアーズプラス天竜の入場です。ああこれがロードウォーリアーズ。その後ろに天竜がいます。試合が入ります。ロードウォーリアーズプラス天竜、夢のトリオ日本武道館で実現。さあこの日米合体ウォーリアーズ、このチーム2月の15日アメリカオハイオ州クリーブランドで NWA 世界6人タッグの防衛に成功、2度目の合体ということになりました。天竜お前こそプロの中のプロと褒め上げるアニマルとフォーク、チームを作っても俺は俺という天竜。さあ我が道を行く天竜とロードウォーリアーズ、夢のトリオ今日本武道館を制覇する。ゴーゴーカル声援、このチームに作戦も駆け引きもいらないでしょう。それぞれの個性を発揮すれば世界一のチームです。さあトリオで人間爆弾か、トリオでバリアット実現か、まさに想像を絶する鉄の軍団登場。天竜プラスロードウォーリアーズです。6人タッグマッチ、6人タッグ日本勝負を行います。まずは260キロの天竜、ロードウォーリアーズプラス天竜。まず天竜の紹介、俺は俺のレスリングを見せる天竜です。フォークウォーリアー長さが270ポンド高野俊二、いよいよ名ベンターが鍵を握る高野俊二、270ポンド安吉明、世界タッグチャンピオンの本当の実力を見せたい安吉明、270ポンドジャンボ、世界タッグチャンピオン、俺たちが一番上を堂々アピールしたい鶴田。さあジャンボ鶴田五輪コンビプラス高野俊二、そしてロードウォーリアーズプラス天竜、馬場さん、はい、とうとう日本で信じられないチームが実現しましたね。驚きましたね。いや竹内さんどうですか、まあ、これほど豪華ですね、はい、すごいやっぱり独立タグはちょっと見られないでしょうね、全日本プロレスの天竜がロードウォーリアーズとチームを作った。竹内さん、この意義は本当に大きいと思うんですが、これによってですね、やっぱりその天竜革命の第2章がですね、はい、無限のまた広がりを見せてきましたね、はい、そういったね、やっぱりこの6人タッグの面白さというか重要性というものをね、やっぱこの3人があの世界中に示してくれましたですね。いや本当にそうですね、さあスリリングな試合がどうやら展開されそうです。さあおっとジャンボとアニマルですね、ジャンボとアニマルですね。さあお客さんが沸きます。夢のカード実現。さあ何を考えるか、鶴田アニマルから行きそうか、どうだ、まずキックを出した、抱え上げたボディリフト、まず鶴田抱え上げられた、うわダウン、アニマルのこの力強い攻撃、
鶴田もまんまと柵に引っかかってしまいました。うわグローバルハンマー当たりません。鶴田のラリアットだ。鶴田のラリアットが先に当たっている。さあ先制攻撃鶴田、鶴田のラリアットが勝ちました。勝ちましたね、ちょっとひやりとしたんですけどね、はい、うまく決まりましたね。そうですね、アニマルちょっと考えています。アニマルからフォーク、今度はフォークですね。さあフォークも豪快なバイオレンスラリアットを持っているぞ。すごいペイントだ、黒を基調にしているフォークだ。さあ館内フォークフォークの連呼、フォークフォークの連呼のようです。さあこれをじーっと聞いています。フォークボールや今のところ天竜はまだ控えに回っています。さあペオッツの体勢から勝負は始まるようだ。馬場さん、先制攻撃鶴田のラリアットがアニマルを捉えましたね。あのお互いにスピードがありますからね、効くんですよね、はい、どっちがスピードがないとね、これはあまり効きませんけどね、はいはい。さあ怪力殺法を見せてまいります。フォークであります。このフォークの怪力殺法を耐え忍んでおります。ジャンボ鶴田がまず有利な試合展開。さあショートレンジからのエルボー2発、顎のセンターを捉えた。さあ顎を砕くか、大きくロープに放るか。フォークなんだ、ショルダータックルか。ショルダータックル、フォークのショルダータックル、鶴田を飛ばした。カバーにさっと入ります。強引なカバー、また体勢を立て直します。シックスメンタッグマッチですから、馬場さん要するに3人のチーム。おーっと待ってください、天竜ましたね、天竜が出てまいりました。ここでジャンボ鶴田から八つへのタッチ。さあ八つと天竜でございます。このロードウォーリアーズから天竜チーム、日本で初めてトリオを組みましたけれども、このシリーズ控え室で一緒になったのは浜松で30分、それから鴨川ではおよそ10分、この日本武道館でも天竜ロードウォーリアーズ組の控え室での表情はありませんでした。従って天竜は俺は俺のレスリングを見せたいと言っています。それだけ自分の己の個性を出せば相手なんかはもうコッパみじんだと、こういう自信もあるんでしょう。鶴田と八つのダブルの攻撃、天竜、天竜の喉元、ああ高野、ごめんなさい、高野と八つの連携であります。さあ高野が一人で戦います。おおっと2を出したぞ。さあ高野が竹内さん鍵を握ってると思いますがね、この2戦目でですね、天竜とのシングルで相当自信をつけてますからね。フォークがトップロープ、さあダーッとミサイルキックいきましたね、フォークのミサイルドラップキックが当たりました。天竜がうまく背中をしっかりと抱えておりました。さあ高野、こんなことで負けてはダメだ。さあ夢の鳥をもう思い切っていくだけという高野。おっとカウンターの右のキックであります。高野まだ立てません、高野立てません。さあ高野俊二のファイトがこの頃非常に熱いんですけれども、どういう勝負を見せるか。フロントスープレックス、フロントスープレックス、高野そして回転してヤツにつないだ、ヤツにつなぎました。さあ今度はヤツとフォークであります。高野接触の断言、おそらく後ほど高野の猛烈な2メーターキック飛んでいくでありましょう。さあ睨み合い、ヤツとフォーク、おーっと鶴田から出ましたね、自ら出ましたね。ここにやる気があります、ジャンボ鶴田であります。浜松大会では実情の頂上作戦だったんですけど、竹内さん完全に負けましたからね、ロードウォーリアーズに ね、そのやっぱりそこのプレッシャーがね、どこかで今日影響してるからですね、はい。控え室ではこの世界タッグのベルトもアニマルフォークをフォ、フォールして、フォールしてこれが価値が高まるんではないかとジャンボが言っておりますが、ジャンプに2パット当たっておりますけれども、場外フォークが飛んだ、わーっと場外フライングフライングラリアットフォークが飛びました。さっとヤツと高野が場外にこのチームメイトの鶴田をカバーに出ています。さあリング上では、おっと今フォークが再び入った。アニマルは陣内、そして天竜も非常に落ち着いています。すごいチョップ、いやラリアットを見せました。フォークウォーリアー大歓声、15,000人、アニマルの登場。鶴田強気でまだ場外に飛ばされましたけれども、また自分でリングの中に入ってまいりました。さあサイドのヘッドロックだ、力の勝負、アニマル押した。さあなんだ体当たり、鶴田どうだ、ちょっとバランスを崩したこれは互角ですね。アニマル飛行不具ような体勢でもう一回ロープに飛んだ。ジャンボがロープに飛んだ、動きません。おっとアニマルが一歩二歩前に出ました。さあ鶴田はこうなったらどうなっていくのか、どうするのか、フライングボディシザースか、いや反対にベアハグで捉えられました。力では竹内さんやはり一枚上ですかね。パワーでは上回ってますね、そうですね。さあアニマルから天竜がこれ自らタッチを求めて、天竜さあ日本武道館ジャンピングに、ジャンボ鶴田の先制攻撃、ジャンピング、あラリアット、天竜のラリアット喉をえぐりました。馬場さん、シックスメンタッグマッチですけれども、鶴田と天竜の対決ですね。もう本当にもう胸がワクワクしますね。さあおっとあまり勝負を挑みません。あ今度は五輪コンビ、これに高野がトリオを作って3人で、うわトリオのジャンピングに、
高野はキックでしたね、高野はキックでしたね、はい、ドリンコンビはジャンピングニーですね、ダブルニートキックですね、はい、ダブルニートキック、そして高野が今度は一人で天理を相手にしています。高野が非常に躍動しておりますが、あ、ヤツですね、ヤツが躍動しております。ちょっとヤツ選手の動きです。ヤツとそれから天竜です。天竜の神戸が下がってまいりました。またまた相手を、すごいキック、あっと逆水平、ヤツを追いかける、すごい勢い、天竜ロードウォーリアーズがこのファイトを見ています。そのままカバーの体勢、天竜ヤツが下敷きになりました。さあ高野は今エプロンにいます。ジャンボツルトもエプロンにいます。さあここで天竜からフォークへのつなぎ、速いつなぎだ、フォークが出てきそうだ、ヤツがローンバトルになりました。天竜とフォーク、そしてサンドイッチへラリアット、サンドイッチラリアットでありますが、フォークの右のラリアットが背中を打ちましたか。そうですね、首ですね、天竜選手がちょっと当たりが弱かったですね、はい、当たりが弱かったようですね。さあ今度はまたフォーク、ドロップキック、ヤツを翻弄、ヤツここでつないだ、ここで高野です。さあ高野が 2m のバズーが投入を見せるか、左のキック上段に打ち明ける、右のキック、左のキック、当たってるラリアット、フォークのバイオレンスラリアットでタジタジ、また食らいついた。高野の先方、馬場さんどうですか、必死で食らいついてますね。もうね、先方もう何もなくてもどんどん当たっていったらいいですね、はい、そうですか、さら、ね、に先方立ったってね、はい、予定通りいきませんよ。なるほどね、まあ竹内さん、ファイティングスピリットの裏を守りに攻めろと、こういうことでしょうかね。高野の場合はですね、がむしゃらに出ていくしかこれないですからね。フォークから相手は天竜であります。さあ睨み合い、このシリーズでも1対1の対決がありました。1対1の対決がありました。やられても前に出ました。天竜もこの高野の成長を認めるようになってまいりました。負けておりません。さあ今度はフォークを呼び込んでまいりました。天竜からフォークへのつなぎ、その勝負じゃなくて、その瞬間勝つようにならなきゃやっぱりダメですね。なるほど。さあ今度はドリンコンビプラス、天竜の方は鶴田が出てまいりました。鶴田とフォーク、逆のエルボー、鶴田のエルボーが勝ったぞ。また抑え込んでいく、相手はフォークだ。フォークの動きを止めたコブラ、天竜が来た。わあ、天竜がすごい、左の右の頬を張りました。さあ鶴田がジャンピングには鶴田世界一だ。天竜がまた自ら飛び込んでくるが、今度は足蹴りで外に落としました。鶴田がちょっと興奮しています。ドリンコンビプラス高野組の方もいわゆる作戦というものはないようですね。これ作戦は立てようがないでしょうね。立てようがないですね。その自分の出番を思い切って戦う、そこの中から勝機を見出そうと、こういう感じですかね。こういう展開になってくるんじゃないですかね。ちょっと心配なのは天竜、鶴田の一撃を食らいまして、天竜が場外に怒っています。さあ日本武道館1万5000人天竜コール。フォークがちょっと心配そうな表情、アニマルはまだ落ち着いています。そしてゴリンコンビプラス高野組の方は今全選手がおっと、今エプロン伝いにヤツ、それから反対側のエプロン伝いに高野がこう進めました。いや待て、俺にここは任せろ。ジャンボ鶴田がここで冷静。さあ天竜の上がってくるのを待っています。さあ再び天竜を相手にする、あ天竜の鼻血ですか、顔面ですか、どこですかちょっと分かりませんが、左のまぶたの上ですね、これが流血。さあ一気にゴリンコンビプラス高野チーム、ラリアット失敗、後ろラリア、円髄当たった。あれだけ目を切られながらも円髄的確に当たりました。さあここから天竜と鶴田の激しい攻撃、おっとエルボー、うわーラリアット、鶴田さあ攻めると引っ張ってこい、全員で天竜を、さあ攻めるようです。さあものすごい勢いでトリオのジャンピングに、これは全部の膝が天竜の部分を、参加者の部分を捉えたようです。さすがの天竜もダウンであります。今の馬場さん、3人一斉に放ったジャンピングにはどうですか。ね、3人が、ね、はい、1人当たるというのはやっぱりあの3人パワーボム、はい、いい当たりというわけにはいかないですよね。なるほど、そうですか。鶴田が先に打ったパワーボム、天竜タジタジ、この3本間に散ってドーンと飛び込んで打つ、非常にかっこいいんですが、馬場さんご指摘のように、そうですね、当たった部分と当たらない部分とあるでしょうね。そうでしょうね。さあしかし天竜のパワーボムで勢いづきました。五輪コンビプラス、そして高野であります。今度はヤツが出ています。さあヤツが今度はどういう風に攻めていきました。頭の中に天竜の頭を差し込んだ。さあ脳天食い打ち、ロードウォーリアーズここは手を出しませんが、フォークが出てきた。さあおっと反対側のコーナーに立った、ヤツが飛び込んでいった。さあエルボー、フライングエルボー、これは肩を砕いたぞ。さあロードウォーリアーズ2人で飛び込んでくる、アニマルとフォークだ。さあ天竜がやられています。フォークとアニマルが一斉に飛び込んでまいりましたが、
さあ八つがここは冷静に試合を進めています。高野を呼び込んでまいりました。高野の2メーターがトップロープに上がった。さあ思い切って、バズーガフォーキック、バズーガフォーキック当たった。そしてカバーの体勢、高野やっと高野も八つそれから鶴田の指令通りに動きが出てまいりました。ボディースラムだ。高野が張り切ってますね。武井さんいい動きを出す、ね、セカンドロープに登って今度はバズーガフォー2位か。いったすごい勢いで飛び込んでまいりました。後楽園ホールではこの天竜と1対1の対決で自信を持ったと言っています。それからこのシリーズ世界チャンピオンにも挑戦をいたしました。ノンタイトルでありますがその試合も非常に自信を持ったと言っております。一人前になりました高野。さあ高野からジャンボ鶴田へのつなぎ、もうキックでいきます。天竜がちょっと動きを止められている。まだしかし底力のある天竜、さあほっぺたを張った。ここでフォークが出てきた。力で押しまくるか。スピードがあるぞフォーク。しかしうまく踏みこたえています。さあ五輪コンビだ。後ろからやつ、前から鶴田、フォークを捉えています。フォークの後ろ側にロープです。思い切ってフォークを捉えてやつが何でいくか。おっと足を捉えた。円錐、やつの円錐、フォークの円錐を捉えました。さあやつが気を吐いています。フォークの武井さん動きが完全に止まりましたね。おっとラリアット、返しましたね。正面から激突、フォー刺しました。そしてキック、顔面にショートレンジからのキック。フォークの足が長い。さあ自分のペースになるか。フォーク押した、やつを押した。パバースラム打った。抑え込んだ。まだ2段しかビーストドロップ。そのままがっちりと抑え込んだ。やつ反撃、やつやっと返します。そして背中越し、サーフボードスタイルに取りました。フォークの連続攻撃、見応えがありますね。本当にね、夢の鳥を、ね、米津天竜にね、大技を一つかけてホールに行ってもらって引きませんからね、はい、そう聞いたようなつもりで次の技を待ってたらダメですね。さあ今度はフォークの、今度はあとバリアットネックブリーカードロップのような形になりました。両者相打ちますね。武井さんね、逆にフォークの方ちょっと引っ掛けたような感じしますね。引っ掛けたような感じですか。今度はアニマル、ここでアニマルが出てまいりまして、どうやらロードウォーリアーズプラス天竜のトリオの合体作戦が見られるか。ウォーリアーズリフトからダーン、すごい勢いで相手を抱き起こす。さあ両方のリストを取りました。さあ何でいくか。アニマル、この力こぶ、上半身の力こぶ、また力を加えた。やつ苦しい。さあタグロープを鶴田が持っている。ここは立ちに出たいところか。さあアニマルのものすごい怪力殺法がここで出てまいりました。やつの表情が苦悶の表情に変わりました。ここでいいパートナーを得ます。天竜右の目から流血。さあラリアットか、突撃、左のラリアット、アニマルが加勢。しかし天竜勢い余って場外、あっと入ってきた。鶴田が飛び込んでいくが天竜あっという間に入ってきた。パワーボムの洗礼だ。パワーボム豪快に打つ。やつからキーボールを奪うか。どうだ、カウント2。いや鶴田と高野が一斉に飛び込んできて背中を叩きました。危うしやつの首が相当ダメージを受けている。ここでアニマルの攻撃、アニマルがまず逆水平、喉をかち上げます。さあ早いタッチですね、早いタッチですね。フォークにつなぐ、そしてフォークから天竜のつなぎになるんでありましょうか。ロードウォーリアーズプラス天竜、さあサイドスープレックス、そのまま叩き落とした。さあ近い距離だ、そのままカバーの体勢、フォークがガチリとやつを抑え込んでいく。鶴田と高野はまだ満を持しています。さあここはやつがもう懸命になってディフェンス一辺倒、サイドスープレックスか。さあ担ぎ上げたぞ、肩に乗せるか。パワーボムか、対抗時間がない。あ、サイドスープレックスですね。サイドに叩き落としました。サイドバスターのような形になりました。そして左のエルボーを打っていきます。フォークが打っていきます。今度はアニマルがこれにこうしてチェンジしてカバーの体勢、そしてスリーパーホールド。まだここで天竜の出番はありません。アニマル、フォーク、ババさん、いつもロードウォーリアーズ2人の力なんですけれども、天竜が加わったことによりまして当然力は倍増していると思いますが、トリオとしてはどうですか今のところ、ウォーリアーズはね、はい、間の持ち方をやっぱり勉強すると思いますね。なるほど、はい、ここは天竜が出てまいります。天竜とヤツ、さあヤツのパワースラム投げ切った。肩が当たったか。しかし天竜の起き上がりが早いようだ。ここで高野を呼び込んだ。高野の左のラリアット、さあキックキックキック、3連発。アニマルフォーク来た。さあ相手チームはロードウォーリアーズプラス天竜、横蹴り。高野が躍動しています。大きく成長した高野、おっと浴びせ蹴りですね、回転を加えましての浴びせ蹴り、キックを一発打って自分のペースを取って叩き落とした。勝負は15分が経過。さあミサイルキックが行くぞ。バズーガフォー2位だろう。
空中高く舞い上がって右の鎖骨を折ります。カウント2、高野が1回入りました。さあもう1回、しかし天竜ここで一気に円錐、円錐で逆転か、パワースランか、パワーボムか、パワーバム、そのまま真っ逆さまに落とした、鶴玉に合った、鶴玉に合いました。パートナーの高野一生懸命フォローしています。今度はアニマル、さあ連続攻撃に耐えられるか、高野パワースラム、天竜からアニマル猛攻を受ける高野。高野が本当に試練の勝負を挑んでますね。竹内さん、ね、頑張ってますね。頑張ってますね。必死にこらえています。これで大きくならなくては嘘だ。今度はフォークのショルダータックル、フォークのショルダータックル、ものすごい勢いで抑え込みに行きます。いつの間にかちょうど15分が経過しています。おっと鶴田を本戦になってきましたよ。さあアニマル、アニマルがリングの上、さあ高野がキック、高野がキック、高野がキックだ。さあ高野とアニマル、フォーク、ヤツを捉えた、思い切ってフェンス攻撃、リングの上、高野、高野頑張れるか。さあ連携だ、ロードウォーリアーズの連携だ、高角度のロードウォーリアーズの連携、フォークが空中ラリアットで高野を捉えてカウントする。最後は高速度、高角度、高層ラリアット高層しました。最後のつなぎはロードウォーリアーズらしい力強い空中連携でした。高野頑張りましたけれども最後は仕留められました。馬場さんいかがでした今の勝負。まあね、あの高野も頑張りましたしね、やっぱ高野にとっては大きな勉強になったと思いますね。それにしましてもロードウォーリアーズ天竜組、竹内さんどうですか。これはやっぱりいいトリオですね、はい、もっともっと見てみたいですね、勝負に敗れました高野プラス五輪コンビでありますが、しかし高野を実にうまく使い込んだ鶴田八つの五輪コンビ、勝機も十分にありましたけれども、最後はやはり若い高野がターゲットにされて敗れてしまったわけであります。夢のトリオ、馬場さんもう一度ぜひ実現させてください。そうですね、もう一回見たいですね。めっちゃ見たんですね。日本武道館1万5000人、誰も帰ろうとしません。本当に馬場武さん、プロレスに酔うというのはこれなんでしょうね。まあ、今日は本当お客さん大満足ですね。そうですね、16分29秒の勝負、ロードウォーリアーズプラス天竜組にも温かい声援が、そして力尽きて敗れました高野でありますが、五輪コンビプラス高野にも非常に温かい拍手が沸き起こった勝負でございました。勝負タイムは16分29秒、夢のシックスメンタッグマッチでありましたけれども、ロードウォーリアーズプラス天竜の夢のトリオが鶴田八つ高野俊二を一周した試合でございました。89年チャンピオンカーニバル参加外人メンバーのご紹介。トップバッターはご存知スタンハンセン。鶴田やつに奪回されたワールドタッグ王座を再び狙っての来日、またしても激しい試合が予想される。パートナーテリー・ゴディも体調万全、パワーボムの切れ味が鋭い。続いて若者の間で大人気トム・ジンク、そのドロップキックは抜群、タイガーマスクとの対戦が楽しみだ。次は筋肉獣ダグ・ファーナス、空中で1回転する驚異のウルトラドロップキックが君を虜にするだろう。弾丸時ダニー・クロファットだ。ファーナスとのマッチョマンコンビは今回も健在、ブームの再燃なるか、最高だね。次はピート・ロバーツ、出色のサブミッションが全日本を苦しめる。そしておなじみアブドラザ・ブッチャー、今回の目的はズバリハンセンとの対決だ。必殺の毒針殺法はますます冴え渡る。89年チャンピオンカーニバル、どうぞお楽しみに。89年チャンピオンカーニバルの日程です。3月の25日熊谷で開幕戦、29日後楽園ホール第2戦、31日は三条、4月1日富山、4日横浜、6日徳山、7日熊本、10日別府、11日尾道、12日丸亀、16日後楽園ホール第3戦、18日大田区体育館、最終戦は20日大阪府立体育会館です。次週はご覧のカードをお送りいたします。どうぞお楽しみに。